瀬上林上門義明は、江戸時代の肥後熊本藩士、山役人、鎌本。南関手長の小山支配役を務める傍ら、当時生産量が衰えていた、小城焼の増産のため瀬上ミを築いた。先祖譜によれば、瀬上氏は、細川氏一門の長岡家に飯抱かかえられた、欧州仙台出身の浪人、瀬上又マタエモに始まるという。その後、三代、 林江門智義が本家の家督を弟前江門に継がせ、文家氏小山主派役として南関手長に赴任した。林江門智義には子がなく養子に神兵衛を守るを迎えた。この神兵衛の三男として生まれたのが林江門義明である。瀬上世は現在の福島県福島市、瀬上町に由来するとされ、幕末に長州藩市、 セラ修造を襲撃した仙台藩士、セガミ修善等がいる。林江門智義が、小山主派役として、植林を始めた、原文三年から、神武へ保守るを経て、林江門、吉明の大文政六年に至るまでの八十五年間に、杉日の木内のみで、約八百六十八万本百五十丁部を、植林した記録がある。杉や日の木のみならず待つ、歌詞、く 死、桜、ハゼの木など様々な樹種が植えられており、未生苗や差し木苗も含めて、装飾樹数、面積はさらに膨大であったと考えられる。玉名郡名ご町水源地区には観葉林を増林した鉱石をたえ、林江門義明を山の神として祀った石像が建てられている。また、林江門義明は御、五客や浜町様屋敷、 監拓事業等の御用材目切り出しにも活躍している。小山支配役は六高数国程度の合資身分である。林家門義明は職務に励んだ、結果、ゴル水、温中古省列に進んだ。細川市の肥後入国以来、小城焼の生産は、和子総伝であり、メス、小児子、かつらぎの両本家当主による質を重んじた少量生産。 便商用一用のみであった。当時、肥後国内の陶磁器生産量は減少しており、熊本城下には他国の安価な陶磁器が流入し国益を損なっていた。職業柄、焚き木を管理する立場であった、林江森義明は、藩の支援のもと小城焼の増産を企てた。メス工事、カツの両本家に協力を求めたが、両家とも多忙であったと見られ、協力を得られなかった。 そこで、かつて、メス工事本家の当主であったメス、長治は左衛門ンに協力を求め、天保三年に、藩から三冠目を借用し、これを元手に、和左衛門ンの,の屋敷内に、最初の釜を築いた。林衛門義明は、最初の釜が手狭であるとして、天保七年、藩からの借用金二冠三百目と自前で都合した、七冠目を元手に、藩のはぜを借りて、 せがみを気づいた。職人は地元のみではなく他国からも雇い入れている。主に日用雑器を生産し、小白、ごとく、小風等を釜印に熊本県北部を中心に販売した。釜印のごとくは消毒作用がある、茶の保存性に優れる、酒の保存性に優れる移りがを防ぐ汚れたら火の中に入れると新品同様になる。 唐の小城焼にあるとされた功能から名付けられたものである。メス工事、かつらぎの世神らによって作られたと見られる宣伝文句であり、この功能を挙げかとを清正人気にあやかった宣伝文が残っている。将風は、日後国の北の関所である南の関の別称、将風の関から取られたものである。世神用で修行した野田広吉によって開かれた野田用は、 松風焼きと少子現在も作刀している。瀬上洋は、メス工事ジ、カツラギの両家の貧昇用との交流もあり、鉄大等の職人の行き来もあったと考えられており、貧昇用が老朽化し、使用不能になった後、メス工事ジ、カツラギの両家も、この窯を使用して作刀したとみられる。林江門、吉明の死後、瀬上家は、家族と数名の職人で作刀したが、 働き手が教職に就くなど減少したため、明治20年代には経営から手を引いた。瀬上洋は賃貸され大正年間まで焼かれた。遺構は玉名郡南関町に現存しており、平成元年に発掘調査、公園整備がなされ、貧承用と共にここ城の里公園の一部となっている。毎年3月に冬季、梅祭りが行われる。林江門。 吉明の養子でお山市配役代役であった、瀬上昆之助吉満は、幕末に、木下助野らを中心に行っていた、西洋式来館銃開発に加わり、銃に適した代義と功材の選定に当たった。木下助の正体役、中野宗時。ありがとうございます。